どうなっている？重さ、威力、速度、すべてこちらが上回っているのに、なぜ攻めきれない？いや、お見事。その首7度は落としたつもりだが、未だついていようとは。西洋の棒振りにも術理はあったのだな。そちらこそ、小兵の技にしては見応えがある。小細工だけは達者のようだな。おうさ、力も気合もそちらが上となれば、こちらの見せ場はうまさだけよ。その見えぬ剣にもじきなれる頃合いだ。今の打ち合いだけでこのサーバント、剣技において私よりはるかに上か。では続きだ。いよいよ加減のやめ時だぞ、セイバー。シロ、どうか。上は上で思惑通りとはいかぬらしい。こちらも主の危機だ。手の内を隠す余裕はなくなったが、この後に及んでも宝具を明かさないのだな。主が未熟者である、その点にかけているということか。良い信頼関係だ。これは生中な手では崩せぬな。だがそれでは困る。通常の有利を捨てるのか？何のつもりだ？無名とはいえ、剣に捧げた我が人生だ。死力を尽くせぬのなら、その信念、力ずくでこじ開けようか。飛剣。ツバメ返し。遅かった。しのいだな、我が飛剣を。何、そう大した芸ではない。たまさかツバメを切ろうと思いつき、身についただけのものだ。千に過ぎぬ我が太刀では空を飛ぶツバメは捕らえられぬ。だがその線も2本3本なら話は違う。しかし連中は素早くてな、ことを成したければ一呼吸のうちに重ねなければならなかった。そのような真似は人の技ではない。だがあいにくと他にやることもなかったのでな。一念鬼神に通じるというやつだ。気がつけばこの通りよ。違う、一呼吸のうちに重ねるだと。あれは全くの同時だった。あの瞬間刀は確かに3本存在した。信じがたいが、今のは次元屈折現象。何の魔術も使わず、ただ剣技のみで宝具の域に達したサーバント。